皆さんこんにちは、こんばんは。マイメロジー B417 ことはーちゃんです。今回は最近作ったスクイーズの紹介をしていきたいと思います。はい、他にもいろいろとまだまだ制作中なのですが、一回完成したものの紹介をしていきます。はい、まだ乾燥していないスクイーズは、はい、明日明後日、まあ、明日明後日とかに紹介できたらなと思っています。はい、では作った作品を紹介していきたいと思います。完成したものですね。はい、まずはこちらから。こちらはバナナが乗っていて、星が乗っていて、カシューナッツとかチョコレートパーツがついているケーキになります。こんな感じで低反発というか高反発というかよくわからないですけど、まあその中間って感じですね。作りました。バナナは粘土で作ってて、これはなんか市販のパーツなんですけど、もらったので使いました。これは全部紙粘土をすりおろしたパウダー的なものを塗っているので、なんかナッツっぽい感じですかね。はい、こんな感じです。これは四角のケーキなのでキューブケーキって呼ぶんですけど、こんな感じで作りました。次にこっちです。これは3コインズのスクイーズを参考にしたんですけど、こんな感じでなんかこういうスクイーズがあって作りました。ちょっと硬いですね。これはこれは、パフを使っています。はい、本当はこういう形のパフではないんですけど、自分でつなぎ合わせてこの形とこの高さにして作りました。スイーツデコの作ったパーツとリボンをつけています。はい、で次にこちらのメロンパンです。以前出来たてパン屋さんのシリーズでこんな感じの、はい、緑とチョコのメロンパンを作ったんですけど、いちごも作りました。こんな感じです。はい、次からは私が自信のある作品になります。まずこちらです。こちらのチョコレートのドーナツです。こんな感じでリボンがついてて、こういう感じでチェーンになってて、こんな感じでなんかどっかにつけれるものですね。これは、カラースプレー、手作りのカラースプレーをかけました。裏はこんな感じです。ちょっと垂れちゃってますね、チョコが。こんな感じで、これは結構低反発ですね。低反発目ですね。はい、こんな感じです。青いリボンですね。でこれはこんな感じでブリオンとホワイトソースにブリオンがかかってて、上につぶつぶいちごミルクのソースがかかっています。動画では伝わりにくいんですけど低反発ですね。はい、裏はこんな感じです。ちょっとこれは焼き色を失敗してしまったので、はい、まあ、裏はあんまりお見せしたくないんですけど、こっちは結構上はうまくいきましたね。こんな感じです。で次にこちらです。これはカラースプレーがかかっていて、いちごのチョコレートにカラースプレーがかかってますね。このカラースプレーは、私がいつもカラースプレー作ってるあのカラースプレーがちょうどなくなってて、でどうしようと思ったら、そういえばこの前みほちゃんからもらったものがあるなって思って使わせていただきました。自分のやつが少ししかなくて困ってたので、はい、使わせていただきましたね。ちょうどいい時にトレした時におまけでもらってたので、ちょうどいいなって思って使わせていただきました。こんな感じです。こうリボンは100均のリボンをこんな感じで自分で結んで作ってます。チェーンはこんな感じで家にあったので使いました。はい、というわけで
最近作ったこんな感じの手作りのスクイーズは以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今ね、他にも制作中のスクイーズがあって、それは明日頃に乾くのでお楽しみに、はい、していてください。では今回はこの辺で終わりにしたいなと思います。バイバーイ。